そうそうそう、パパのせいだから。じゃあ連絡先交換しましょう。あ、ぜひぜひしてほしいですよ。じゃあ、あなたもう可愛いわ。これ花形になれるわ、あなたは。ちょっと待って、うちの娘をちょっと夜の店にさ、スーパーエッチな格好しません？うちの店を、ちょっとうちの娘はやめてください。そんなエッチの店に。私も送り方が。すぐ戦闘態勢になるから。ありがとうございます。何ですか、娘にもう傍聴させろってことよ。いや、うちの娘、うちの娘ちょっと夜の店に誘うのやめてください。じゃあ、あなたがやりますか？いや、あなたがやります？もう、私なんてそんな。ママにあんなやつなことさせないで。パンツ出しなさいよ。娘にやらせられないなら、あなたがパンツ出しなさい。なんでどっちかなんですか？なんか、キャバクラのママから電話かかってきたけど、今出られないやん。嘘。車のママから運転してるからね。今運転中だから。キャバクラのママってマリンか？そう。じゃあ代わりにかけといてあげるよ。ちょっとね、あの目つけられてね、うちの娘が。あ、そうなの？ちょっと誘われてるんだよね。ちょっとマリンと交換してないかもしれない。いやでもそれこそ娘をね、夜の仕事に就かせるのは良くないみたいな感じで私が止めたらね、あんたでもいいのよみたいなこと言われたんだけどね。なんだって？いや、そう言ってた。ちょっと、ママ、マリンの番号わかるか？わかるわよ。ちょっと教えてくれ。パパ許さないよ。パパ。開けてみて、ね。はい、もしもーし。お前。え？ストリップの女か？え、ストリップの女じゃなくて、キャバクラの女ですけど。キャバクラの女か？はい。うちの妻と娘を勧誘するのはやめていただきたい。え、勧誘って何のことですか？なんか今、娘に電話がかかってきたぞ。あ、それは実はかなり真面目な電話で。あ、そうなの？この電話は普通に、犬を飼いたいんだけど、小型犬はどこで売ってるかっていうことを聞くために電話したんですよ。俺、違う。じゃあ、あなたのような大きいのじゃなくて、小型犬が飼いたくて、小型犬ってどこに売ってますか？あ、かなた、小型犬飼いたいんだって、女が。そうなんだ。うん、どうするって。いいよ、買えば。買えばだって。どこに売ってるか教えてほしいの。どこに売ってるのだって。ね、犬カフェの隣にのおじさん、犬カフェにいるおじさんが売ってくれるから。犬カフェにいるおじさんが売ってくれるって。それがそのおじさんが売ってる犬は、なんかちょっとでっかい犬しかいなくて。うん、そのおじさんが売ってる犬は、でっかいのしかいないんだって。そうなの？じゃあわかんないかも。じゃあわかんないかも、だって。わかんないの？はーい。ちょっとあれ、これ、僕の番号だから登録しといてよ。わかった？はい。登録しときます。今度会いに行くからね。え、あれ？今度大丈夫ですか？その、今、会いに行くからね。今、奥さんと子供が聞いてるんじゃん。大丈夫。ね、ちょ。大丈夫。あ、ちょ。じゃあね。バイバイ、来てね。うん、行くよ。待ってる。はーい。はーい。ちょっとママの目の前でそれはないんじゃないの？パパ、違うよ。ちょっと違う、聞いてよ、違うじゃん。そどかされたんだって。うわ、ママ何言ってんのよ。ちった、何言ってんのよ。違うんだって。やめてよ、そういうの。違う、ごめん。ちょっとじゃあ言って。そうよ。ごめんよ、娘。ごめん、ママもごめん。愛してるな、娘とママだけ。お願い、本当許して。お願い、本当にごめん。怪しいね。ごめん、もう目の前が真っ暗だ。パパはいつもそうやって、目の前の女が、いい女がいると手を出さずじゃいられないんだから。ママの、ママがいい。許して、ママ。結局、あ、もうしょうがないわね。あ、ママがいい。二度とするんじゃないわよ。さっきの女のアドレスも消しときなさい。ごめんなさい。すいません。